ありがとう、パウパトロール。とっても素敵なお城になったわ。これで劇が始められるわね。任務完了だ。チェイス、大丈夫か？やっぱり具合が悪いんじゃ。いや、絶好調だよ。絶好調には見えないよ。マーシャル、見てくれる？オッケー。患者さん、こちらへどうぞ。チェイス、熱があるよ。風邪だね。チェイス、ゆっくり休んでなくちゃ。劇は出ちゃダメ。でも、でも。でもじゃないよ、ドクターストップ。でもでも、でもでもでも。あー、どうしましょう。だってチェイスが主役でしょ。主役がいないのに、一体どうやって劇をやればいいのかしら。チェイスの代わりを探すしかないですね。でもでも。それしかないわね。じゃあ、マーシャル。僕、今からあなたがアーサー王よ。でもマーシャルの役は、そうね、チカレッタにやってもらいましょう。でもいきなりじゃ無理だよ。大丈夫、君ならできるさ。やっとれ、マーシャル、信じとるで。ああ、頼むぜ。チェイス、パウステーションまで送っていくよ。ゆっくり休んで。でもみんなの劇見たかったぜ。チェイス、そんなに落ち込まないで。こんにちは、皆さん。チェイス、ケント、一緒に舞台を見よう。始まるよ。それではご覧ください、アーサー王とパウの騎士。あら、疲れてた。出番はまだよ。この国にはとっても強い騎士がおりました。穴掘りが得意な黄色の騎士。えへん。乗って乗っちゃうよ。オレンジの騎士。僕は緑の騎士、パウ。おーいえ、お尻もかけちゃう。私はピンクの騎士。そして彼らのリーダーはこの国で一番強い、この国で一番強い、その名もアーサー。アーサー王は騎士たちと一緒に囚われの姫を助けるため。マーシャル、どうしたの？やっぱりダメ、僕には無理。いきなり主役なんてできっこないよ。安心して、サポートするわ。サポートって？最初に名前を言うの。僕の名前はマーシャル。もう。じゃなくて、僕はアーサー。私の言葉を繰り返して。この国の王である。私の言葉を繰り返して。違う、この国の王である。疲れた、そこにいちゃダメよ。そしてとうとうアーサー王は姫のもとへたどり着きました。さあ、頑張って。姫様、どうかご安心を。このアーサーが今あなたを助けに参ります。素敵よ、マーシャル、頑張って。いいぞ。伝説の骨や。そう、骨が抜ければ扉が開く。そしたら姫様を助け出すことができるで。姫様の声や。待っていてください、姫様。寝てなさい。でもでも。はーい。